新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。明けましておめでとうございます。新年一発目の動画は数値チェックという形なんですけども、バトルパスの岸田くん、そして配布で美咲くんが来てるんで、まあ、この辺見ていきたいなと思います。早速、岸田から見ていきましょう。技属性のディフェンダーの選手ですね。メイン技がシャークパスカットの S536 威力。まあ、これ最大パスカットになってます。シャークタックルの S505 威力。シャークダイビングブロックの S511 威力、シャークドリブルの S517 威力がついてます。まあ、タックルだけ、最大じゃないという感じですね。特技チームリンクのクラブの S ですね。試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメーターがアップする最大 30% 3人までというところで、まあ、これは岸田を除く3人なので、岸田入れると4人入れないといけないという感じですかね。チームスキは超団結技2本&5人以上の 25%、そして絆ですね。日本選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 7%、スタミナキラーマッチアップ時に相手のスタメン消費量がプラス 20%、自動パスカット強化自動パスカット時 50% の確率で必殺技が発動する、リカバー 50% ですね。まあ、自動パスかリカバーの組み合わせは結構いい組み合わせなんですけど、まあ、50%50% なんで、まあ、ちょっと弱いかなというところですかね。まあ、絆は 7% なんで OK というところです。4突で見ていきましょう。フィジカル 10% チムスキ75バフ60で見ていきますね。スタミナが1168ですね。シュート以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。まあ、基本リンク乗る前提で見ていきますね。技威力合算したところから見ていきますと、ドリブルは378000、パスが374000、でタックルが438000、ブロック400000、パスカット477000ですね。まあ、パスカットだけは、まあ、最新キャラに近いぐらいというところで、まあ、タックルブロックは、まあ、ブロックは低いですね。タックルに関しては少し落ちるかなというような印象です。読み勝ちの補正ありで見ていきましょう。ドリブル450000でパス447000、まあ、これはフォワード相手とかであれば読み勝ったら抜けるぐらいかなと思います。まあ、今で言うとフォワードの選手って、まあ、400000ぐらい、まあ、フェスのヒューガ君とかだと400000ぐらいだったりするんで、まあ、そんぐらいのところはまあ抜けるというとこです。まあ、前線にいる選手であれば抜けそうぐらいまでは来てますね。でタックルは522000でパスカットが566000、ブロックが480000ということで、まあ、タックルパスカットを読み勝ったら取れそうなところまでは来てます。まあ、特にパスカットに関しては550000を超えてきているというところなので、まあ、この辺はまあ、シェスター相手だと、まあ、結局相手に属性有利が乗っちゃうんで厳しいかもしれないですけども、まあ、550000クラス、まあ、そのサンターナであったりとか、まあ、そういうところは止まる可能性が十分あるというような数値になってます。でタックルに関しては、サンターナも550000ぐらいの、ドリブルを出せたと思うんですけど、まあ、ディフェンダー相手ですね、まあ、そういうところはご了承されちゃうという数値ですね。まあ、ただヒューガ君相手とかだと、属性有利が一応乗ってくるので543000、まあ、ギリ届かないというところぐらいですかね。まあ、ヒューガ相手でもギリ届かないという感じかなと思います。まあ、なんで本当最新フェスとか、まあ、550000超えのキャラとかだと、まあ、タックルで読み勝ってもご了承されちゃうというぐらいの数値になってます。でブロックはもう500000切っちゃってると、まあ、今シューターって500000超えってほとんどなんで、まあ、この辺は止まらないというところですね。他の岸田くんと比較してみましょう。まずタックル見ていきます。シュートギラーを除いて見ていくとリンク 30% 乗った岸田くん438000、ライサンキラー必殺財力の岸田くん416000、そして読み勝ちの岸田くんですね、調整来てる岸田くんが410000ということで、まあ、一応最大値になってます。まあ、この踏ん張りの岸田くんとかね、たまに使う人いるかなと思うんですけど、まあ、それよりはタックル強いですよという感じです。それではブロック見ていきましょう。一番上に来ているのは読み勝ち 30% の岸田くんで445000、その次にシュートキラーの岸田くんですね、こちらが440000で、今回の岸田くんは400000ということで、まあ、ブロックに関しては、踏ん張りの岸田よりは低いというところです。まあ、ただ、踏ん張りの岸田だからといってですね、ブロックして止まるわけではないので、まあ、踏ん張って擦るんで、威力を落としてはくれますけど、まあ、ブロック440000ぐらいだと止まらないという感じですね。パスカットですけども、シュートキラー乗ってくれば、この、岸田くんは550000で一番高いですね。まあ、ただ、もう読み負けてるという状況なので、この550000という数値でシュート枯れるかって言われると、まあ、若干怪しいかなというところです。で今回の岸田くんが477000で、まあ、実質一番高いというところです。読み勝ちの岸田くんは41万ですね。
まあ、なんで今回の岸田くんはリンクしっかり乗っけてあげれば、タックルパスカットに関しては一番できる騎士だというところにはなってます。続いて伊沢くんですね。こちらと比較してみたいと思うんですけど、タックル見ていきます。まあ、シュートキラー乗った伊沢くん58万9千で、まあ、一番高いんですけど、まあ、何も乗らない状態ですね。まあ、こちら49万6千で、岸田くんは43万8千なので、まあ、最新代表キャラよりはまあこう少し劣るといった感じになってます。ブロックに関してもシュートキラーが乗った伊沢くんは53万3千で、岸田くんは40万なので、まあ、この辺は大きく差が開いてますね。でパスカットなんですけど、伊沢くん48万1千で、岸田くんは47万7千なんで、まあ、この辺はまあ近いというところです。まあ、読み勝って55番超えしてたのがパスカットだけだったと思うんですけど、まあ、最新キャラのディフェンダーとかで言うと、まあ、読み勝って55万は超えたいよねというところで、まあ、その基準はパスカットだけは満たしているといったような状況です。まあ、主には絆要因といったところかなと思います。続きまして配布の美咲くん見ていきましょう。技属性の OMF 限定の選手になってます。メイン技がハイスピードトルネードスカイアルファの S554 威力ということで、まあ、技取りとして、まあ、使えますね。そしてアーティスティックドリブルの S524 威力、ゴールデンコンビの A がついてます。特技は全力ゲージアップの B、 マッチアップに勝利すると全力ゲージプラス 10%、 まあこれは有効ですけどね。チムスキー選手たちの協力、各属性1人以上の 26%、 絆ですけど、日本選手が4人以上いると全員のパラメータプラス 6% ですね。まあなんで7よりはちょっと落ちるというところです。ドリブル移動距離強化3倍、全力全開、全力サッカー発動中、全パラ 10% ですね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チムスキ75、バフ60で見ていきます。スタミナ1022ですね。ブロックが4突で見ていきましょう。はい、数女子はこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますと、まず何も乗らない場合ですね、ドリブルが31万、でパスが36万、でタックルが28万6千、パスカットが33万9千なので、まあ、ドリパス、タックル、パスカット、まあ、それぞれかなり数値が低めというところです。まあ、前配布できてたミカエルとかの方がまだもうちょっと高かったんじゃないかなといったような印象ですかね。読み勝ちの補正ありで見ていきますと、ドリブルが37万、でパスが43万、でタックルが34万、パスカットが40万ということで、まあ、守備に関しては、まあ、大抵、まあ、最近のキャラだったら、まあ、大抵ご了承されるかなといったところです。パス側で読み勝つ分には、まあ、相手によっては抜ける可能性ありますね。フォワード相手とかであれば抜ける可能性があるというところです。まあ、ただドリブル側はちょっと厳しいんで、まあ、相手としてはパス化しとけばいいとか、まあ、そんな感じになるんじゃないかなと思います。続いて全力全開 10% 乗ってきた場合ですけど、ドリブルが33万、でパスが38万8千、タックルが30万、パスカット36万ですね。まあ、そんなに印象変わらないというところです。読み勝ちありで見ていくと、ドリブルが39万7千、パスが46万、まあ、パス側で読み勝つと、まあ、より抜きやすくはなっているというところです。でタックルが36万、パスカット42万8千というところですね。まあ、守備に関してはそんなに変わらないかなというところです。まあ、一応シュートが一番強くてですね、全力全開乗って、まあ、高浮きとか打ってあげると44万6千という数値が出てまして、まあ、この辺は、まあ、去年と言ったらいいのかな、一昨年ですかね、その、まあ、ドリコレのマーガスであったりとか、まあ、そういう、まあ、結構昔のキャラクターと同じぐらいという感じです。まあ、50万切ってるんで、まあ、ランクマとかだと全然入んないかなと思うんですけども、まあ、ちょっと前のキャラクターのシュート値ぐらいまでは出てますよという感じです。まあ、主にはハイスピーの、技取りといったようなところなんじゃないかなと思われます。まあ、一応歴代の美咲くんと比較してみましょう。ドリブル見ていきますと、まあ、一番強いのは今渾身 40% の美咲くんですね。55万8千、まあ、これはかなり高いですね。今回の美咲くんどのぐらいかと言いますと、全力全開が乗って34万4千、まあ、渾身初段の、まあ、デバフというか私服の美咲くんですね。まあ、この辺が33万4千なので、まあ、この辺に近い数値ですよというとこですね。まあ、かなり古いキャラなので、まあ、その辺と同じぐらいというところです。まあ、一応シュートを見ておきますと、まあ、今一番美咲くんで高いのは渾身 40% のこの調整来た美咲くんが59万ですね。まあ、これは他のフェスとかと、遜色ないぐらいというところです。今回の美咲くんは44万7千というところなので、まあ、前のフェス美咲くん、
まあ、この結構古いと思うんですけど、まあ、このフェス三崎くんよりは高いという感じになってます。まあ、なんでシュートに関しては、まあ、去年シュートとかあのキーパーがぐんとインフレしたので、あ、まあ、50万切ってると厳しいよねという感じですかね。パス見ていきましょう。パスに関しても渾身 40% の三崎くん、渾身初段で54万5000、まあ、これが一番高い数字になってます。今回の三崎くんは全力全開で38万8000、まあ、どのぐらいかというところで言うと、まあ、フェス三崎くんと同じぐらいって感じなんですかね。フェス三崎くんが37万6000、まあ、これあの前のフェス三崎くんですね。その辺と同じぐらいというところです。一応守備も見ておきましょう。タックルパスカットですけども、渾身 40% の三崎くんが46万8000、まあ、これも結構いい数値ですね。今回の三崎くんは全力全開で30万、まあ、私服の三崎くんであったりとかと同じぐらいといったところですかね。まあ、フェス三崎くんが3、まあ、前のフェス三崎くんが31万7千とか、まあ、そんな感じなんで、その辺に近い数字ですね。最後パスカットですけど、パスカットも渾身初段の、調整来たフェス三崎くん48万4千、今回の三崎くんは36万ですね。まあ、一応バイタル 5% の三崎くんが34万4千なんで、まあ、それよりも若干高いというとこですかね。意外とパスカットだけで並べると、三崎くんの中では少しできる方なんですけども、数値差がすごいので、まあ、逆境の三崎くんとか40万いってるのに対して、まあ、全力乗っけても36万というとこですかね。まあ、なんで、まあ、ランクマとかでやっぱり、使うのはかなり厳しい三崎くんかなと思われます。はい、というところで、まあ、今回岸田くん、三崎くん見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、今年に関してもですね、あの数値チェックもろもろ、まあ、自分もゲームの方もね、まあ、ゆるゆるとやっていければなと思っておりますので、まあ、どうぞよろしくお願いします。まあ、ちなみにですね、僕あの1日から6日、まあ、この収録自体はですね、あの深夜にやってるんですけども、1日から6日ぐらいまで北海道に行ってますんで、あの不在にしておりますというところですね。あの何か聞きたいことがあれば、あのコメントに書いていただければ、そちらは回答できるかなと思いますけど、動画自体は上がらないかなと思いますので、また来週ぐらいですかね、あの新しいキャラクターが来た時に、またお会いしましょう。それではまた。